まともに聞けませんでした。これは杉山浩一氏のですね、ドラゴンクエスト大空を行くという曲で、3分の1ぐらいの方は分かってもらえたかなと。いや、また一人惜しまれる人がね、この世を去ってしまいましたね。私ね、ドラクエに関してはね、ちょっと並々ならぬ思いがあって、まあ、ドラクエ好きな方ってね、めちゃめちゃいっぱいいると思うんですよ。おー、ドラクエに関しては俺は負けねえぜとかねあると思うんですよ。私ね、本当ね、ドラクエとドラえもんに関しては相当高いレベルで結構好きで、思い入れがあると自分ではそう信じてるんですね。確かね、ドラクエは私小6の時だったかなと思うんですよね。あのね、小学校ね2年3年ぐらいの時は、あの実家でね、兄貴とあのブロック寿司あのテニスだったっけ、ブロック寿司とテニスっていうのが入ってる、なんか任天堂から出たと思うんですけど、このダイヤルだけがついてるやつでね、2つついてて、まあ、1人でやるよと2人でやるよ、ダイヤルがついてて、ブロック寿司のゲームが最初だったかな。その後あれどこだったか、そのカセットビジョンっていうのが出たんですよね。あれどこだったっけ、出したの、あれセガかな、違うな、バンダイか、分かんないけど、カセットビジョンっていうのが出て、まあ、それでなんかね、木こりの切り株っていうのをやったのは、おそらくね、小学校低学年、中学年までかなと。で、小学校4年、5年ぐらいになって、ついに、あとゲームウォッチもあったね。ゲームウォッチも結構やってたわ。ゲームウォッチもやってた、確かに。で、小学校5年とかぐらいになって、確かファミコンが出てきたような記憶があるんですよ。もうちょっと早いかもしれない。ちょっとあんま覚えてないんですけどね。まあ、ファミコンが出てきた時は、本当衝撃でしたよね。あのいわゆるゲームセンターってあったでしょ、まあ、今もあるんだけど当時あったんですよ、まあそのまあ、いわゆるスペースインベーダー、インベーダーゲームとか、あとギャラクシャンとかね、ドンキーコングであったり、まあ、あのゲームセンター嵐っていう影響もあったんですけどね、そのゲームセンターのゲームってクオリティがもうね、家庭とは違いすぎて、もうゲームセンター行かないと絶対できない、それがゲームセンターの、それがゲームだったのに、なんとまあ、今考えればだいぶ見劣りはするものの、それでもそれにほとんど近しいものが自宅でできると、革命でしたよね。いや、すごいなと思って、で、まあ、私たちと同じ年代から、まあ、上10歳上ぐらいまではね、出た時に多分相当飛びついたんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、いろんなゲームをやりましたよ。いろんなゲームをやった中で、私が一番心をわしづかみにされたっていうか、その何か物に熱中するとか、世界に入り込む、我を忘れてその世界に入ることの心地よさを知って教えてくれたのがドラクエだったんですよね。だってゲームの中で自分が強くなっていくんですよ。物語の主人公になれるんですよ。で、それがね、なんか与えられた、もう簡単に与えられて倒しに行くっていう、そのアクション性のものではなくて、いわゆる情報収集をしてね、お金がないからお金を貯めてね、頑張って、でどん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 装備グレードアップして、次の町、遠くの町に行くにはね、薬草がいくついるんだろうかとかね、ダンジョンがあってそこに入る松明がいるんだとかね、で謎を解きながらその世界をどんどん、自分の行動できる世界を広めていく、倒せなかった魔物を倒していく、これは何なんだと、こんな面白いゲーム、そもそもと思ってね、こんな面白いものあったんだと思って、それはそれはハマったものですよね。で、まあ、同じように感じた人もね、日本中にたくさんいるからこそここまで流行ったと思うんですよね。で、そのドラクエでやっぱりね、欠かせない、なくてはならないのはやっぱね、音楽ですよね。あの全てのシーン、全ての音楽にものすごいマッチした音楽が流れてるんですよね。あのオープニングのね、カセットを入れてね、カチャッとつけた後にね、タンタランタ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 ン、あれを聞いてね、ワクワクする。私ね、今でもワクワクするんですよ。例えばどっかね、あのゲオとかなんかこう本屋さんとかこうね、入った時にほらゲームコーナーってあって音楽流れてるじゃないですか。あそこでドラクエの音楽流れると、めちゃめちゃ未だに49歳になっても未だにワクワクするんですよね。そのくらいドラクエっていうのは私のもう人生の一部なんですよね。まあ、なんせね、私では CD が出始めたのが確か中学校入ってからなんですよ。それまではあのカセットテープね、あの音楽
なんかにしてもね、ラジオがこう流れ、音楽流れたらね、あの録音するのに、あのスピーカーが出てくるのを録音するから、録音ボタン押したらね、シーッとするんですよ。そこで物音なんかしようもんならね、あの息を潜めて録音したりとかね、まあそのなんか ラジオ番組のね、確か雑誌があったもんですよね。それで聞きたい、なんかね、そうじゃあ、まあ、デュランデュランとかね、ワムとかあの辺を録音するのに、まあ、やってたようなね、そんな記憶があります。まあ話それちゃったけど、 CD、 私生まれて初めて買った CD がドラゴンクエスト競争曲ドラクエの曲、生まれて初めて買ったドラクエですわ。初めて欲しいと思ったけど、やっぱドラクエですよね。で、まあ、私そんな大したことはないんだけど、その小学校の時にエレクトーンやっていたのとか、中学校入ってからずっと吹奏楽やっていたっていうんで、その音楽に対して何も携わってない人から比べると、その音楽に対しての見識がある、大したことないですよ、本当大したことないけど、いわゆる何もしたことない人よりはちょっと見識がとか考え方とかね、音が入ってくるっていうのがあって、で杉山浩一っていう、まあ当然人は知らなかったけど、ドラクエの音楽なんでこんな耳に残るんだろうって、オープニングのね、ワクワクする音楽とかね、あ、これから冒険に行くんだ、ドラゴンを倒しに行くんだっていう音楽とかね、お城の中の音楽とか、街の音楽とか、旅をしている時の音楽、戦闘の音楽、ダンジョンに入っているの音楽、全部克明に覚えてて、全部それが臨場感を私に与えてくれるんですよね。でそのドラゴンクエスト交響曲を聴いた時にね、あ、本当のオーケストラだと思って、で、あ、本当、いや本当オーケストラだと思って、で私5つ上の兄貴がいるんですよね。で結構、まあ、私と違ってだいぶ堅物ですね、なんか、まあ、すごい真面目な男でね、まあ、昔なんか松田聖子とか松本伊代とか、そうアイドルのもよく聞いてたんだけど、なんかクラシックとかが好きでね、なんかホルストの惑星とかね、うん、よくなんか書かれてたんですよ、新世界とかね、ドボルザークでしたっけ、をクラシックをなんか家のステレオでこう聞いてるのがあって、私もそれ聞いてたんですよね。今となってはちょっとそれ聞いてたこと言うのは恥ずかしいんだけど、まあ聞いてたってのもあって、そのまあ音と音の重なる、まさに交響曲ですよね、っていうのはやっぱ心地いい、好きだったし結構聞けてたんですよね。それがそのドラクエの、あの大好きなドラクエの音楽でもちゃんと交響曲になってる、もう それこそね、あれも CD だからよかったもののレコードだったら擦り切れてたぐらいめちゃめちゃ聞きましたよね。でそのくらい好きで、当然ね、あのドラクエ2、ドラクエ3、ドラクエ4っていくわけなんですけど、まあ、最終的に私ね、ドラクエ7ぐらいか、6ぐらいかな、やり込んだっていうのはね、まあ、7と8も軽くやりましたし、今ドラクエクエストオンラインっていうのもね、軽くちょっとやってみたことあるんですけど、まあ、いわゆる20代までかな、30代いったらもうほとんどのこう集中力、ゲームに対する集中力っていうのはどんどんなくなっていってね分かる方も多いかなと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり定期的にやりたくなるし、ドラクエ5なんていうのは何回クリアしたか分かんないし、まあ、そこまでの音楽ならね、もうほぼ全部知ってるし大好きだし、でね、先日ですよ、オリンピックのね開会式でね、あのドラゴンクエストの曲流れた時、人はどう思ったか知らないけど、私はめちゃめちゃ嬉しかった私はめちゃめちゃ嬉しくて、おドラクエの音楽だと思って、もうドラクエの、まあ、ドラクエといえばね、まあ、知らない人は、まあ、国民でほとんどいないであろう、まあ、国民的なこう単語では今なってるかなと思うんですが、それが50年ぶりにね、あの開催されたオリンピックの入場に使われたっていうのがね、いやまあ嬉しくてね、あまああれ使われたってことはね、おそらく世界中でもあの曲っていうのは知れ渡れてるの前提で使われたのかなと思うんですけどね、まさに日本が生んだ文化、やっぱこうマリオね、任天堂が出したマリオとやっぱこうドラクエっていうものは本当に日本が生んだ世界に誇れる文化の一つなんだなっていうのをね、オリンピックを通して感じることもできてね、思ったんですよね。まあ、杉山浩一さんもね、まあ、これでもう本望だろうと、まあ、思い残さないってことはないと思うんだけど、まあ、自分がね好きで、ゲームが好きで、自らこう提案して作ってった音楽が、まあ、最終的にね、まあ、人生も終わりに近づいた年齢で、ここでこの晴れ舞台でこう流されたっていうのは、まあ、誰しもがね、死にたくはないし、いつまでたってもこうよく人間っていうのはね欲深いし、まだまだ満足ができないと思いますが、まあ、実際私は90歳とかになってね、自分が出したものがそんなオリンピックに使われるとかね、世界中の人が自分が作った曲を知ってるとか、まあ第三者的にで、大変失礼な意見になりますけど、満足だったんじゃないかなと
うん、そういう人生の終わりだったんじゃないかなと。まあ常山浩司さん亡くなってドラクエを思い出したり悲しんだ方、そしてお疲れ様って本心から心から思われた方っていうのもね多いんじゃないのかなとね。はい、ちょっとマジでマジでこれ軽く話すつもりだったら本当言っちゃったわ、もうしゃあないわ。はい、はい、ということでね、今日は杉山浩一氏追悼の言葉として私が YouTube 上でね発信させていただくものとなりました。杉山浩一さん、ありがとうございました。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また、Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。